はい、マッチを良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2020年10月の17日でございます。マッチを良くすると細谷秀明でございます。いやー、ちょっとね、日野市、またね、大変なことが起きました。女子高生にわいせつか、24歳の男逮捕、東京日野市からでございます。はい、東京日野市で帰宅途中の女子高生に近づき猥褻な行為をした疑いで男が逮捕されました。9月28日、日野市の路上で帰宅途中の女子高生10代に後ろから近づき、制服のスカートの中に手を入れて下半身を触るなどした疑いが持たれているそうでございます。はい、いやー、日野市ですね、先日私がですね、動画で解説いたしました、あきる野市のですね、小学校で教師が逮捕されましたね。そのね、教師もですね、日野市在住でございました。はい、連続してですね、多摩地域のですね、日野市ですね、日野市から、この逮捕事件が、出ました。はい、現場からは以上でございます。詳しくは動画説明欄の方に貼っておきますので、よろしくお願いします。はい、現場からは以上です。